太閤王朝、皇帝の力が衰退し、宦官勢力が政権を掌握する時代。宦官に権力を奪われた若き皇帝と、皇帝を命がけで守る女護衛官、共に苦難を乗り越え、次第に距離を縮めてゆく二人。しかし、敵対する大宦官から皇帝のもとに、ある思惑を持った女性が送り込まれるのだった。チョン・イー、チャン・ユーシー。歴史事件甘露の変をベースに、細部までこだわって作られた世界観で、中国国内だけでなく海外に称賛された歴史ラブロマンス。翌雲下乱世に舞う運命の姉妹、衛星劇場でアンコール放送。